各地方都市がまたはそれぞれ文化遺産を抱えるところがどうああいうプロデューサーを育成していったらいいのかその辺まで含めてあの先ほどの問題に関連付きで上手に表現していただきましたけれどもジョル・ジョ・バザーリあえて言うとプロデューサーもしくはディレクターだと思いますね。演出家でであありかつ全体の制作者でもある そういうい人物が必要なんです、ねえー、まあこれはバザーリという人物が登場したのについてはもちろんいろいろな偶然がありますことによるとバザーリなかったかもしれないでもことによるとバザーリなくしてもしなかったら、えー、フィレンツェは今のような形ではなかったかもしれないというほど重大な役割を果たしたと思いますその意味では、えー、それぞれ現在私たちの手元に残されている文化遺産と言われるものが それぞれどこかの段階でしかるべきやはりディレクターもしくはプロデューサーによって組み替えられ現在まで伝えられてきているというそういうこれまでの実績あり方をもう少し私たちも研究し現在に生かさなきゃいけないなというふうに思っておりますあの私ごと申した恐縮ですが文字通り私はの博物館の現場におります博物館は、えー、まあそれそう日本では大きな博物館がありませんが 博物館は、その意味では、プロデューサーであり、かつディレクターでなければいけないと考えており、そもそもあの、館長のことをディレクターと、英語ではダイレクターと言いますが、というのは、文字通りその、え、テレビのディレクターであると同時に、文化遺産、私どもに継承されてきた文化遺産を、いかにして、現在の私たちの文化と社会の中でもって継承していくか、ということに、え、責務を負っていると、もうそういうことだというふうに思っております。えー、先ほどあの、 えー、フィレンツェ洪水のフィルムを拝見いたしましたけど本当にまあ、ああいうことが起こるしょっちゅう起こるわけではありませんけれどもしかし一旦起こってみるとあれだけの大きな被害があります私たちも、えー、近年ですね、えー、とりわけ1995年の阪神・淡路大震災をきっかけとしてさまざまなコレクション収蔵物をいかにして安全に保全しかつ展示できるかということについて大変大きな宿題を投げかけられました まだ実は十分な答えがありません。とりわけ私どもの国のように、洪水だけではなく文字通り地震であるとか火災であるとかいろいろなことがありました。これらの経験の中からどういう手法で、どういうスタンス、考え方で保存と修復を行っていくか、あるいはそれと同時に展示を行っていくかということは私たちにとって大きな課題です。妙な言い方ですけれども、 これまで継承されてきた様々な文化財を保存するために一番いい方法は皆様にお見せしないことです。あの、隠しておくことが一番安全です、えー。とりわけですね、浮世絵版画であるとか、日本画、墨、え、絵、ー、等の日本画はですね、一度光に当てると本当に確実に痛みます。油絵とは訳が違うんですね。あの、ヨーロッパの油絵は、 例えば、ルネッサンスフィレンツェ時代の油絵たくさんありますね。フィーチに行きますと、ボリチェリーでも、レオナードでもたくさんありますけど、ほとんど現在まで一度も隠さずに見せてきました。えー、上手に描かれていれば、これは画家によってうまい下手が実はあるんだそうですが、上手に処理されてあればですね、24時間365日500年、空気にさらして皆さんに見ていただいてもほとんど影響はありません。 もちろんそれのためにはですね温度管理それから照度管理湿度管理をきちんとする必要がありますがそうであればほぼ大丈夫ですところがですね多くのそれ以外のもの工芸品であるとかとりわけ我が国が持っております芸術作品は極めて環境に対して弱いということがあります、えー、日本画ですと大体現在の通常の常識では1年間に3週間から4週間 ルックスで申しますと70から80ルックス程度100を超えちゃダメだ780ルックスで1か月が限度だと言われていましてこれも実はまだ十分な検証結果があるわけではないのですけれどもそれほどに実はですねよくあの日本の美術ファンの方々でもですね「どこ,どこ美術館には有名な国宝何とかがあると雪舟の何とかがあると言ってみたら出てないとケチだと。 えー、偉そうな顔して、実はいつも見せない、えー、何やってんだという方がお,おいでになりますけれども、とんでもない。あの1、一、え、一年間、365日、24日に出してたら、まず一年で全然もう真っ白になってしまいます。ダメになってしまいます。いろいろなその科学的な知見を蓄積しながら、こうしたものの、をえー、維持してきています。 私ども博物館にはですね、こういう言葉があるんですけども、時間価値と言うんですか、時間的価値と言ってもいい、時間価値と言ってもいいんですが、時間価値とは、作られた品物がここまで、えー、辿ってきた時間的な積み重ねがあるという意味。それと同時にですね、時間とともに物は、えー、退化する、あるいは劣化するものだ。でもその劣化に耐えながら現在まで受け継がれているという、その意味での、えー、価値。 そののような意味でで博物館は時間的価値の集積ですフィレンツェがですね、えー、あのような悲惨な大地災害があったにもかかわらずこれまで500年間時にはあれに近い被害もあったよしでありますけれども環境の変化あるいは場合によっては戦争また時には心のない人が物を投げつけるかもしれないいろいろな被害災害の中を守りながらこの時間的価値を 維持しかつ増殖させててきたたとといううののはは文字通り私たちにとっては鏡のような存在です、えー、もちろん多くの人々に方々に見ていただくような環境を作りながらしかしそれらの時間価値を増殖し維持し増殖させていくというこのことに私たち博物館の、えー、広味水博物館の使命があると思っております。 その意味でですね、京都や奈良や、あるいはその他日本の巨大な文化財をお持ちの方々にも、ぜひともそこには十分に配慮していただきながら、かつ、それをいかにして市民、国民、あるいは民衆の方々に見ていただくかという、この困難な課題、隠しておけばいいんだけど、隠したうたにじゃ何もならない、この困難な課題をどうやって解決していくかということを、共通にお互いに膝を交えながら考えていきたいというふうに思っております。 あの今あの、博物美術館長からのお話があったんですけれどもしかし、あのねですね、やはりあの作られたものあるいはそうやって描かれたものはです、ね、やはり見せるということが、ね、基本でありますからこれはあの仏像というのもみんなそうなんですねですから、ご覧のと分かるようにあの祈る対象だということで,です、ね、あの秘仏だとかなんかということになってますけれども。 やはりあの保存することの技術ですねこれをあのやはり少なくともイタリア並みにするぐらいの,あの例えば、まあ、先ほど言いましたけど仏像なんかもですね非常にあの汚いま,なままですね誇り、まあ誇りは払ってあるにせよですねそのヤニとかなんかが非常に黒くなってでそれからまひび割れて始めると。しかしか 保存がいいものは、まあ、ちゃんと残ってるわけでこれはあのやはり一応作った時に木で作ったそして湿気とかですねコンディ自然のコンディションに非常にいいものを作ってるから今日まで保存されてるわけですねですから戦争とか火災とかがなければ保つことはできるわけですね。でそういう意味でですねあ,のあまり臆病にならずにですねそれから技術的にやはり 開発すするるというかでできり限りですね例えばこういうことがあるんですよ絵巻物なんかをですね果たしてあの絵巻物が巻いて保存す,るすればいいのかなんていうのは実はよ,よく分かってないんですね巻けば必ずその紙の質から言うとですねやはり不自然な状態になるわけで,でそういうことが今でもやっぱり巻いた方がいいと思って経験的にそうなってますけれども。 あとはコンディションをどういうふうにあの守ってですねやはり、まあ、それはもちろんあの技術的な研究が必要なんですけれどもそういうことをもう少しすがともですね国立の修復研究所にがないんですよ日本でですねつまりそういうこの研究所であのそういう日本ほど技術が高い国はないですからそういうことをですねこの本当にあの微生物単位で というかそういうところまで研究するそういう研究所を作ってあのやるべきだと思うんですそしてやはり本来は作,作ることは見せることであってですねで仏っていうのはやはり毛ですから形ででで見せてるわけすすねですからそういう意味でやはりこのそういう研究をこれからあの本格的にやるただ芸大に一つ一つ学科があるぐらいであのいってはいけないというのが私の考え方です。